皆さんこんにちは。今日は立教大学ですね。立教大学のこの、えー、条件付きで最大値を求めるという問題です。で、ここでですね、えー、ラグランジェの方法を使うと簡単に行くわけですが、えー、ラグランジェの方法というのは、微分係数0の点を探しているということで、えー、最大のマックスですね、とかミニマム全部出てきます。例えばですね、 これが最大でその隣にこういうマックスがあってでミニマムがあるとこの点この点この点が全部出てくるわけですねなぜかというと微分してその係数が0であるという点を探すので、えー、ここを探すなんていうともうあラグランジで使わないとできないですね、えー、だから、えー ラグランジェの方法はすごく奥が深いということで、もしいくつかの点が出てきたら、えー、数字をこの U に入れてみてですね、で、最大かどうか、これが最大であって、これは最大だけど、ローカルで最大であると、これは最小であるというふうなことを確認しないといけないですね。えー、その一番いい例がこの問題、ここの問題ですね、えー ラグランジェの関数を作りますね。で、ラムダの g と。And、g というのは x の二乗プラス xy プラス y の二乗マイナス x マイナス y ですね。g はイコールゼロでないとダメですね。だからこれをこっちに移行してこれを作ります。 そしてこれを変微分するんですね。変微分は別に難しい部分じゃなくて、えー、X で変微分する場合は、X 以外は全部、えー、常数とみなすわけですね。例えばここで、X で変微分する場合は 2X で Y は常数だからなくなっちゃうと。で、ここでですね、えー、X で変微分すると 2X の Y、 で、y 二乗は消えて、マイナス一と。で、ly ですね。y で変微分すると y、2y プラスラムダの、えー、x プラス 2y ですね。マイナス一。こうなるということですね。で、これが式一つ、1、2。で、変数は xy とラムダですから、もう一つ、それは何かっていうと、 これは、ラムダで変微分する。これ変微分すると、これ、ラムダはここしかないから、これが g になるわけですね。で、これは x の2乗、xy プラス y2 乗、マイナス x マイナス y と。こうなるということです。で、これが3番目の式で、この1、2、3を解けばいいわけですね。で、1と2からラムダをなくすにはですね、2x、 かけの x プラス 2y マイナス1が 2y の 2x プラス y マイナス1。これでラムナがなくなっちゃいますね。非常に簡単なんですね。あの、ああだこうだ他のことを考える必要は全然ないわけです。ここで 2x の2乗、えー、プラス、え 4xy、ー。 マイナスがプラス2の2乗マイナス2となりますで当然これがなくなってえ全部2で割ると x の2乗マイナス y の2乗えマイナス2 x-y ですねでこれが x プラス y で x マイナス y があるから x マイナス y の x プラス y マイナス1とこれが0ということは解はですね x と y が同じもしくは x が1マイナス y の時と いうことですねでこれをここにこれは1と2からですねで3に式3にこれを導入すると x と y が同じ時は 3x の2乗が 2x ということで x は2 0もしくは2分の3と。でこの場合はですね、えー、1マイナス y の2乗プラス x の1マイナス y プラス y の2乗が1マイナス y プラス y でこれ y が消えてでここはですね y の2乗 マイナス 2y えー、えー、プラス1プラス x マイナス xy えー、じゃないこれ間違いですね x をだからこれ y ですね y プラス y の2乗プラス y の2乗 1> が1とこれが消えて結局は残るのは1が消えてえ Y はもし0もしくはえこれ合ってるかなこれを入れて y の1マイナス y y 二乗、これを消すと1になるから、この y マイナス 2y プラス1、それからプラス y ですね。こうプラス y がある。だから y の二乗マイマイナス y がゼロ。と y は 0もしくは1ですね。で逆に y が1であれば x は1もしくは0と。この2つの点で最大か最小もしくはローカル最大になるということですね。この3分の2これがえ面白くてですね なぜかとというとこの u の x の2乗プラス y の2乗この値がですね9分の8ですねでこっちを入れるとですね u はえ1と0だから1ですねだからこっちの方が大きいですねでこれはローカルに最大になるけれどもこういうことですね1が 最大でこれは9分の、えー、これが最小でないっていうのはですねこの U を2回微分すると正になりますからそれはあ、えー、X 方向ですね X 方向にも Y 方向にも単調に増加しているということで、えー、最小にはなれないと。だからこれは 最大でしょうけどもローカルであるということですね。で関数が xy の、えー、平面上を見ると、えー、最大点はこの11それからこの辺にもう一つあるということですね。でここは、えー、u が 1レスより小さいので最大の最大ではないですねローカルこの辺りでは最大でも、えー、最大の最大ではないということで答えはこうなりますねこれ両方1ですからこっちの最大とこっちの最大は同じ高さです、えーえー、両方が最大であるということになりますでこのようにですねラグランジ使うと簡単にこう出てくるわけですね え使わないとですねあのあのいろんな途中の過程で、えー、実数であるのがあ、うん、足かせになったりですねいろんな問題が出てきます。これだともう簡単に出てきます。ということで今日はここまで。